画質悪い？嘘。なんでだ。曇って嘘、なんで私の画面何もなってない。ちょっと待ってな、ちょっと待って1分濡らせて。なんかティッシュいっぱい持ってきてた。まだ画質悪い？なんでなってるかわかんないんだけど。いや、風邪。ちょっとこれ剥がれてたから貼るわ。あっか剥がれてないよね。なんか剥がれてた。あ、なんか汚れてる。なんで？ちょっとこれで書き直す。あ、でもいらないか。これ朝のだから取っちゃえばいいんだ。こうすればいいんだ。いらないわ、朝のやつだからさ。上の髪取っちゃっていいや。終わったやつだし。今日三つ編みじゃないよ、違う髪型だった。帰りに三つ編みにこう髪型取った時に三つ編みになっただけ。レッスン着は基本黒。私服はそんなわけではないけど、レッスン着はね基本黒。今日の衣装、今日の衣装。あ、そう、Kの衣装だった。久しぶりに着たあの衣装。自分の、私は自分の衣装。久しぶりに着た。黒 T シャツ多い。黒 T シャツ多い。黒、全身黒のメンバーめっちゃ多いよ。めっちゃ多い。半分ぐらいなんか黒みたいな時もあるし、
みんなそんな感じ。別に私だけがってわけではない。数人とかそういうわけじゃない、多い。あ、なるちゃん、確かになるちゃん確かに黒多い。他のメンバーもそんな感じだよ、黒多い。みんな黒着てるメンバー。これ45分前、めちゃくちゃ暑かった今日、やばい。あのさ、前回の野外のあの夏染め、夏染めはさ、まあ衣装もあるけど、衣装今日長袖だったからさ、なんか何、羽織とかなんてアウターみたいなやつがあってさ、それが長袖だったから、それもあるかもだけど、絶対それもあるけど、イベント夏染め、夏染め暑かったけど、めちゃくちゃ汗かいたけど、キュウリかかなかった。ねえ、今日はね、もうね、1曲目を、最初は、全然さ、何もやってない時はさ、スタンバイしてる時とかはさ、別に普通だったのかな。でもちょっと暑いなみたいな、ちょっと当たってるだけでちょっと汗かくねぐらいだったけど、あ、くまたま来た。あ、博多盛りかたまさん、くまたまありがとうございます。ありがとう、くまちゃん、ありがとうございます。でここ、剥がれてる、危ない危ない、今気づいた。うん、剥がれてるわ。黄色、うん、そう、暑くて今日1曲目踊った瞬間、踊った瞬間は違うな、その踊って、もう1曲目から汗かいてた、めちゃくちゃめちゃくちゃ暑かった今日。ショールーム、だって私あ持ってないもん、ショールームのクマ持ってないもん、いないもんだって。29だね、持ってるね、色とペン、たんたんまりかた、うん、博多盛りかたまさん、くまたまありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ハロ
ありがとうございます。ありがとう。熊って誰か見るとこの熊ですか？どの熊？これ？この子？これはちっちゃい子に通ってた英会話の教室の英会話の教室の時に、なんか毎年なんかハロウィンイベントやってて、その英会話の教室で、それの時になんかその時はビンゴやってて、それで景品でもらったやつ、ビンゴで当たった。やったやつ、これは。名前ない。私名前、ぬぐる名前つけない。ぬぐる名前つけないから、ない。くまちゃん。英語は変わってたんですよ。英語苦手なんですけど。小学校3年生ぐらいまで変わってたかな、確か。もう覚えてないけど。英語苦手なんだよね。そう、なんか英会話、英語を習ってたわけじゃなくて英会話なの、会話。なんか単語とかも習ったりするけど、文法みたいなやつも。でもちょっと幼稚園ぐらいから通ってたのかな、忘れた。もうちょっとちっちゃい頃から通ってた。ちっちゃい頃通ってたかもしれない。かなり。ちっちゃい頃通ってて、ちっちゃい頃からね、なんか、そう、なんかちっちゃい頃はなんか単語からなんか始まった気がする。なんかカードにさ、いっぱい書いてて、それをさ先生がさこうやってめくっていってみたいな、みたいな感じだった気がする。忘れたけど。そう、教材もあった。教材、でも教材もね、なんかさ、こう多分ちっちゃい子がこう勉強したいって思うような感じの教材だから、そのなんかなんていうの、どうなんだっけ、なんかさ、アニメ違うな、あ、ディズニーのストーリーみたいなのが載ってて、そう、なんか、ま、なんか4コマみたいな感じで、なんか4コマじゃあ、なんかちょっと漫画っぽい感じで、漫画みたいな、ああいうさコマみたいな、でそれを全部英語で書いてやってみたいな。で先生も英会話だからさ、そう、先生もそう、なんていうの、日本の方じゃない、そう、外国の方、海外の先生で、
なんか教えてくれながらやるけど、あんま今買ってなかった気がする、あんまり言うほど。これがこれでみたいな、あんま覚えてないんだけどさ、その時のこと。なんかいろんな問題とか、うまくらいしゃべ、全然しゃべらないよ私。社交3年生でやめたからさ。いや帰ってた期間は幼稚園ぐらいからだから、まあ何年、5、6年通ってたのかな、通ってたけど、でもやめたのが早いうちにやめたからさ、もうちょっとさ、なんか中学生とかまで続けてればさ、こうあれだったかもしんないけど。そう、だから英語苦手だもん。違うけどね、英会話と英語はちょっと、英語はさ、こうなん、そう科目として勉強するって感じじゃん、勉強みたいな。英会話はちょっとなんか違うんだよね。やめて、バレエ、いや違う、それも違う。バレエ始めたのに英会話やめたわけでもないし、全部違うけど、でもね、なんかね、そこまでしてね、あんま、なんそこまで習いたいとも思ってなくって、なんだろう、自分の意思で始めたわけじゃないから、その英会話は、お母さんがね、そう、なんかお母さんが英語苦手だから、確かお母さんかお父さん、お母さんかな、両方かな、わかんないけど、でそれで習わせてくれてたんだけど、 妹もやってた、中学生の妹、違う、高校生の妹、私とその2人だけやってたんだけど、それより下はなってないけどさ、たんだけど、そう、単純に場所が遠くなっちゃったのと、ちょっと遠、その行くまでにかかる時間がちょっとかかるようになったのと、そうだね、そこまでなんか習いたいと思ってなかったのよね。英語そこまで好きでもなかったから、英会話が、だからやめたかな私は。妹の方がちょっと長くやってた、小学校ぐらいまで、小学校何年生まで、でも6年までやってた記憶はないんだよね、いつやめたんだろうね、ちょ覚えてないや。覚えてないけど、妹の年数は長いかもしれない、あんま覚えてはないけど、本当に分かんないんだけど、私が辞めた後も妹はやってて、で何年か後に辞めてたんだけど、分かんない、トータルの年数はどっちが、私が始めて何後に妹も始めた、それで分かんないな、一緒ぐらいか、妹はちょっと長いかぐらいだ。妹はそんなに英語得意じゃない、英会話、そんなに話せる、妹もそんな話せない言うて。そう、水泳やってない、習い事、英会話と習い事っていうか、クラブチーム、クラブ、小学校の時はクラブチームだったからあれ、バレーぐらい、布団の2つ、あ、次も習ったことあるけど、夏休みのさ1週間とか2週間も行くかな、なんかそんぐらいのさ夏休み限定のやつみたいなのあるじゃん、あれに行っただけだから、なんか習ったうちに入んない。うん、明日はさ、明日も朝配信はする予定、ちょっと後でも決めるね、あの次の枠で、明日の配信スケジュール。
あ、我自分から、うん、小学校の時に入ったのは誘われて、我こうやんないって言われて、なんかね、そのなんでかわかんないけど、そう見学に行っちゃったのね。でそれで、なんだろう、別にそこまでやりたいと思ってなかったんだけど、多分ね断りづらくて始めちゃったんだよね。そう。でも別に今はバレエ好きだから別にいいんだけど、うん。そうね、でも小学校の時のバレエは大変だったね、とても。監督は結構スパルタのタイプだったから、結構厳しかったから大変だった。バレエ好きなら早く、配球はねアニメでちょっと見てたんだけど、小学校の時に、で読んでたり、あの漫画も読んでた、でもなんか一回読まなくなってそっから見てないや。漫画めっちゃ読んでたんだけど見てない、反抗しなかった。監督に反抗できるような感じじゃなかったから、そういうタイプの監督じゃなかった。そう、配給小学生の頃から、私が小学生の頃やってたからやってた、漫画読んでた時、漫画読んだりとかアニメ見たりカードを持って、でもねめっちゃ見てたの、めっちゃ漫画見てたんだけど、なんかねその一旦読まなくなったんだよね、なんかそのそう読まなくなって、そうなんか期間が空いちゃって、なぜか別に読みたくなくて読まなかったわけじゃないんだろうけど、それでそっから見てないんだよね。何巻まで読んだかも覚えてない、前すぎて。覚えてない。アニメはね全然見てない、なんか配給アニメちょこっとだけしか見てないわ。漫画の方を見てた。そう見てた。あの小学校の時に卒業する時になんかね、みんなオルゴールを作るのね、オルゴール作ってて、で木の箱のオルゴールでさ、こう上に彫刻刀でみんな好きなようになんかデザイン削ったりとか、あとなんか別に普通にイラスト描いてるとか自分で好きなようにするのね。で私それにね、それに描いたイラスト、私そう削ったんだけど、それにやったのが配給の、あ待ってキャラ忘れちゃった、猫魔のキャラなんだっけ、あのセッターのキャラクター、あのキャラクター描いたんですよ。めっちゃ見てたその子。卒業制作みたいなやつ、なんか作品作るみたいなやつで、それ変えた。あ、そう研磨セッター、なんか髪色プリンみたいな感じのプリンだよねあれ。みたいな感じのキャラクターが、別に好きなキャラクターってわけではなかったんだけど、なんでかわかんないけどそのキャラクター描いたんだよね。難しそう、オルゴール、いやオルゴール自体はなんか自分何曲か好きな数曲あって、
でその中から自分の好きな曲を選んで、でなんかその業者に発注してオルゴールもらう、何買うみたいな感じだった。ちっちゃいオルゴール箱に入れて、そのオルゴールをで箱は自分でなんか掘ったりとか、木の箱だから掘ったりとか、なんかイラスト描いたりとか、なんか好きなようにしてみたいな感じのやつ。さすがにオルゴール自体は作れないそんな技術はない。曲何にしたか忘れちゃった。でも背景で好きだったのはね、のやさん、西のやゆ、リベロのキャラクター、カヤスマ高校のリベロの人が好きだったよ確か。全く見てないけどね最近本当に。そのやさんが確か好き。私リベロじゃないんだけど別に聞かれるんだけど、私ねポジションないのよ別に。そのレギュラーだったわけでもないし、えなポジションがなんかタイミング、入ったタイミングと辞めたタイミングが本当に悪くてレギュラーではないんだよね。あでリベロかセッターっぽい。セッターできないな、トス苦手だもん苦手。ここでもしようと思えばできるけど、セッターはちょっと嫌だな。そうしよう、入ったタイミングはまず最初に始めたタイミング小学校5年生で遅いのよ、めちゃくちゃ始めたタイミングが5年生小6でさ卒業だから辞めるのにさ、小5からで遅くて、もうそんなで、もうずっとちっちゃい頃から小学校1、2年生とか始めてる子がいっぱいいるから、クラブチームもうその子たちがもう前からさ普通にレギュラーだから、そう遅くて始めたタイミング、それでその卒業試合とかで6年生になってちょっと出るみたいな、レギュラーでみたいな、そうバックで出るみたいな。あでもそんな決まってなかったしポジションで、終わって小学校の部活引退するでしょ、小学クラブチーム引退して、で中学でまた始めたんだけど、中学も先輩がいなくなってちょっとした後ぐらいに辞めたの。だからね、そのレギュラーで入ってたのはあんま記憶がないんだよね。試合出てたかもしれないし、その先輩が卒業した後に、引退した後に、部活引退した後に試合があったのかすら覚えてないんだよね、あんま。テニスはだって別に誘われなかったし、小学校なかったし、中学で部活するんならバレーかなと思ってたから、バドミントンも考えたんだけど、バドミントン部活じゃなくてさ、なんていうの、学校にあるやつじゃなくってさ、なんていうんだっけ、外のやつだったのね、クラブチームみたいな。そう、やめちゃった、そこに行かなかったから。その一応部なんだけど、バドミントン部なんだけど、学校にあるやつではないんだよ。だからいろんな中学校の子が来るみたいな、そんな感じだった。中学とか年前くらいの試合出てたかどうか、レギュラーで出てたか覚えてないんだよ。なんかピンサーバーとか出てたりとかしてたの覚えてるんだけど、途中で変わったりとかで本当に覚えてなくって、その先輩が引退した後に試合があったのかも覚えてないし、
初に出てたか覚えてないよ。そう、同い年の子でバレエ経験者が少なくって、そもそも同い年の子が1、2、3、6人いたんだけど、初心者の子が多くてめちゃくちゃ、私ともう一人の子はその小学校からずっと一緒にやってる子で、で、あ、でも半分初心者だったか、半分ぐらいか、半分初心者、同い年が、うん、でもレベルで入ってたかもしれない、でもレベルじゃなかった、あんま覚えてない、でもあんま中2になってからそんなに行ってないんだよね、部活に。そうだからあんま覚えてない、結構本格的な部活、部活はどれも本格的でしょスポーツの部活なんてどれも本格的だよ辛すぎて記憶消せ、まあそれもあるかもしれないな中学生のやつ、ブレしてたけど、中2のいつ辞めたかも、中2は辞めてない、中3で辞めたんだけど、正確には、あ、そう、バレーボールの話、中3で辞めたんだけど、もう中2から行ってなかったから、いつ辞めた、あ、いつか行ってないかも忘れたけど、うん、だからわかんない、でも中2からそんな行ってないから分かんないな、うん、やめたのは中3だけど中2から行ってなかったから、そんなに部活に途中ぐらいから、まあだからまあやめてるようなもんだよね、中2で。苦手な練習、きつい練習いっぱいあったけど、苦手があったっけな、きつい練習しか思い浮かばない、苦手なやつもいっぱいあったけど、苦手よりきついか、かつ逆立ちあるよね、でもそれはね言うほどなんだよね、あれだってそんなに勢いでさ 2,3 歩ぐらい歩けるじゃん、それをさちょっとずつやっていけばさすぐ終わるのよ、意外とそんなにしんどくない、それは。でもあれだな、小学校の時の練習かな、一番きつかったのは、小学校が一番、中学校より小学校の方が大変だったからさ、監督が厳しかったから、膝サポは必須だよ、ないと靴下、長めの靴下とかもし履いてたとしても焦げちゃう、摩擦で溶ける、膝って必須だよないのは考えられない、肘、膝サポーターは肘も膝も絶対にいる、でもな、軽くさなんかパスするだけだから肘つけなくていいやってさ、サポーターつけなくってやってたらさ、そう、意外とさパスしてたらさ、なんかボールその落としたくないからさ、こうなギリギリでも取りに行こうとしてそれを取っちゃってみたいな、肘こうなんか摩擦でさ、こうやけどみたいななったことあるから、もう絶対につけた方がいい、あれは長袖長ズボン、長袖長ズボンで言っても服が摩擦で穴開く、やったことあるんだよ、それも体育の授業の時に、もういつもの感覚でやっちゃうのね、そうだから体育の授業でバレーボールやってる時にいつもの感覚でやって、
長ズボン、冬にやってたから長ズボン履いてて、そうサポーターつけてないのにさ、こう滑っちゃってさ、膝で穴開いた。体操服長ズボンでね、今日やんな方がいい、バレは動きづらい。長袖も好きじゃないね。サポーターつけるのが一番だよ冬でもね半袖着てた、練習着基本。長袖の上にサポーターつけるとさ、すっごい動きづらくてさ、それが嫌で。寒いけどね、めっちゃ寒いんだけど半袖着てた。先生つけてない、なんかね、でもね、なんか高校とかになると人によってつけない人も出てくる。男子バレーとか片膝しかつけてなかったり。でもそれはそっちの膝でしか絶対に滑らないのそう、まあ、つけてない人もいるけど、男子バレーはあのフライングこう肘じゃないな、膝で滑んなかったりがある。胸から滑っていくみたいな、そうするから。女子バレーはそんなしないんだけど、そのあれだ、めっちゃ上手い人とかになるとしてたりするけど、基本そんなしない。中学生とか高校とかも、そうなんかめっちゃもう強豪校とかじゃない限りね。なんで半袖半ズボンなんだろう。長袖長ズボンの方が危ない半袖半ズボンで膝サポ全部サポーターつけるっていうのが一番いい。長袖長ズボンの上からさ、もしサポーターつけたとしてもめっちゃ動きづらいのね。固定されちゃうから、そこで布がさ、サポーターつけてるから上から固定されちゃうから動きづらくて。うん、それだからあんま良くない。私は好きで嫌なんだよね。だから長袖で上からサポートめっちゃね動かしづらいの、固定されるからこう布が。そう、それで結構動いたらさ、サポーターの位置ずれちゃったりとかめっちゃ気になるから。そう、長袖なくてバレーの短いやつもあるじゃんと半袖。寒いけどね冬、めっちゃ寒いけど、そう、それが一番動きやすいし、でサポーターつけてれば、そう、それが一番、サポーターつけてれば摩擦で怪我することないから、他の場所も。なんか手のさ横摩擦でやったりとかはあるけど、でもそんなに大きい気がないな。大分に強い子あるよ。女子も男子も強くなかったっけ。女子東流めっちゃ有名だよね。男子大光と鶴見とか、バレー選手ってポイント取るとなんだよね、リアクションでかいやろ。盛り上げないとあれ、そうみんなのテンション上がっていかないのチームの。でもね、本当そう、その本当に小学校の時の監督がすごい厳しかったから、その点を取ってあんま盛り上がんないと怒られてた喜べって言われてた。なんか点取った時にするやつとか、そう、うん、なんかそんな感じ、わかんないけど、意外とメンタルスポーツだよバレー。大事、メンタル。うん、喜べって言われてた。
そう、あんま喜んでなかったとか、その喜んでてもなんかこうなんかなんていうの、声とかちっちゃかったら監督が怒る。じゃあランキングを言いましょう。13位からランキングを言います。13位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。12位、ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。21位、タルボさん、ありがとうございます。10位、まるさん、ありがとうございます。9位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。8位、イサットマーク、7レンジャーさん、ありがとうございます。次7位、チーノさん、ありがとうございます。6位、ラスカールさん、ありがとうございます。5位、トワさん、ありがとうございます。4位、ムムさん、ありがとうございます。次3位、コウコウさん、ありがとうございます。2位、シンさん、ありがとうございます。そして1位が博多マリカタマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。次の配信は23時1分から1分からね。次は間違いないからさ、みたいに1分からちゃんと覚えとく。23時1分から46分まで、そう、大事だからね、1分、枠が変わんないから。23時最初見ちゃったら、そうそう、次は59分じゃなくって1分。1分から20分後ぐらい、20分もないか、15分後ぐらいか、16分後ですね。で、明日、あ、次の目で明日のスケジュール決めるから、何時までできるとか私やっとかないといけないと。それやろう、忘れないようにしないと。知らないもん。あ、そう、クマの形と声吹き出しの形、こんな形とクマ。なんで1分にならないとね、枠が変わんないんだよね、継続されちゃう。これ22時始めたから、うん、やばい、そろそろだ。じゃあまた次の枠で。ありがとうございました。また後で。じゃあねー。